そしてリバイバル。辛いことがあってもそれは神様が私を愛してくれてて私を強くするためにしてくれることなんだなって心から感じたからです。本当に神様に今感謝の気持ちしかないしここに本当に立ててることを本当にありがとうございます。聖霊様に触れられたのが大きいですけどなんかすごい積極的になった感じがする。私には私にしかできないいいことがあるんです。ここで神様と出会ってからまあ、when I met God here, 人と比べなくても神様だけ見ていればいいんだっていうことが分かった。 I really, I don't have to compare myself to anybody, but all I can see is Jesus. 本当に家族として自分を受け入れてで、あの僕が後ろでこう今ここで立たれてもみんなが支えてくれると思います。本当にその心を持つようにしてくださった神様に本当にまた His call を本当に感謝します。皆さん、ヒズコロチャーチ13周年を迎えることができました。これも本当に皆さんのおかげ、神様のおかげ、全ての方々のご声によって、ヒズコールが進んできてこれたことに感謝します。これからも14年に向かってみんなで力を合わせてスタートします。今後ともよろしくお願いします。あなたが導いてください。イエス、この13周年すべての栄光をイエス様にお返しします。イエスを何によってみんなでエイメン。